ジャスティン・ B ・ニコリーノは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身のプロ野球選手。左投げ左打。愛称はニコ。2010年の MLB ドラフト2巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。2011年、傘下の A-9 バンクーバーカナディアンズで、プロデビュー。A 級、ランシングラグナッツでもプレーし、2球団合計で15試合に登板して6勝2敗、防御率 1.33、73奪三振を記録した。2012年は A 級ランシングでプレーし、28試合に登板して10勝4敗、防御率 2.46、119奪三振を記録した。2012年11月13日に、ジョシュ・ジョンソン、マーク・バーリー、ホセレース、ユネル・エスコバーら総勢11人が動く大型トレードでマイアミマーリンズへ移籍した。2013年は A 級ジュピターハンマーヘッズと AA 級ジャクソンビルサンズでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して8勝4敗、防御率 3.11、95奪三振を記録した。2014年は AA 級ジャクソンビルでプレー。28試合に登板して14勝4敗、防御率 2.85、81奪三振の成績を残し、サザンリーグの最多勝ちと最優秀防御率の2冠に輝いた。オフの11月20日に40人枠入りした。2015年はトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズで開幕を迎え、6月20日にメジャー初昇格を果たした。同日のシンシナティレッズ戦で、メジャーデビュー。この試合では、ブルージェイズ傘下とマーリンズ傘下で前年まで同僚だった親友のアンソニー・デスクラファニーと投げ合い、7回を4安打、無失点に抑えて初勝利を挙げた。その後、一度降格があったが、8月からは先発ローテーションに定着。最終的に12試合に先発登板して5勝4敗、防御率 4.01、23奪三振を記録した。2016年は先発で13試合リリーフで5試合に登板し、3勝6敗、防御率 4.99、ホイップ 1.46 という成績に終わって2年目の壁に突き当たった格好となった。2017年は20試合に登板して2勝3敗、防御率 5.06、26奪三振を記録した。2018年3月25日にウェーバー工事を経て、レッズへ移籍した。移籍直後の27日に40人枠外となった。この年は、傘下のトリプル A 級、ルイビルバッツでプレーし、25試合に登板して6勝6敗、防御率 4.69、86奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年2月6日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年から CPBL の楽天モンキーズでプレーすることが決まった。2020年は4月28日の富国ガーディアンズ戦で初登板を果たし、8回無失点で来代初勝利を飾った。打者にドンピシャのタイミングで振らせないことに重点を置いた考えた投球を見せるサウスポー。脱三振率が極端に低いという特徴がある。ありがとうございます。